こんにちは、平塚です。今日はね、面白い生物の本を紹介します。本日発売されましたこの本です。じゃん、僕の新刊の刺された噛まれた危険有毒虫図鑑です。はい、告知です、宣伝です、反則です、金の亡者です。この手の本に関してはもう有名どころです。出版社の観前さんから発売されたこの本なんですが、各地に生息する毒虫だとか、あるいは強い力を持った虫たちを紹介してます。ただね、ここまでだったらよくある本ですよね。あの、毎年夏休みになるといろんな出版社から出て本屋さんに並ぶやつ。でもね、これ一つ違う。この本がそれらと一線を画してるのは、タイトル通り登場する虫たちのほぼ全てを僕が体を張って取材している、つまりは実際に噛まれたり刺されたりしてその痛さ、強烈さを確認してきたものだということですね。僕のチャンネルでもね、いろんな生き物に噛まれてみる、刺されてみるって企画はいろいろアップされてるんですけども、あれはね、ごくごく一部に過ぎないんですね。なんなら動画を撮るっていう概念がなかった若い頃、20代の頃からこの手の実験をいろいろやってますんで、だからこのチャンネルをご覧いただいている皆さんにとっては初見となる噛まれてみた、あるいは刺されてみたなどの毒レポを読むことができます。で、この本はですね、ちょっとちらっと中身見せますけど、家庭とか公園とか森林、あるいは水辺、そして海外などなどですね、大まかな遭遇エリア別に出会う可能性がある虫を強さごとにランキング形式で紹介してます。で、このランキングを決定する基準なんですけども、遭遇しやすさだとか凶暴性、あるいは刺された噛まれた時の痛み、そしてそれがどれだけ持続するかなどなど、いくつかのステータスを総合してこんな感じでね、僕が独断と偏見で決めております。いいだろ、独断と偏見で。リアルに刺されまくってる俺がこの界隈で一番詳しいんだからよ。でですね、この本の中ではなんと40種以上の毒虫、あるいは噛まれる刺されるとやばい虫たちを紹介してます。最初ね、編集の方から40種類ぐらいは紹介してくださいって言われた時はね、驚きましたよ。この人たちは何を言ってるんだと、僕を何だと思ってんだと。だってね、編集の方だし、あなたたち今まで何十年と生きてきて何種類の虫に刺されてました。はっきり正体が分かってるのはせいぜいアブとかハシとか、あとは蚊とかダニとか、まあ一桁でしょ、数えれるの。それを40種類ってハードルって思ってたんですけど、意外とね、リストアップしたら余裕でしたね。まだまだ書けるぐらいいました。で、その40種類以上の虫たちの中から一押しを紹介するなら、そうだな、まあね、こういうオオスズメバチとか、あとはこういうトビズムカデとか、こういうメジャーどころ、鉄板ネタは押さえてあります。これはもう当然ですね。まあこの辺に刺されてなかったら、もうそもそもこういう本を書く資格がないですからね。あとはね、こういうヒアリとか、セアカゴケグモとか、こういう外来の毒虫もかなり充実してます。そうそう、あとね、海外の虫もなかなか見応えはあると思います。例えば世界最大のムカデのペルビアンジャイアントセンチピードとか噛まれてます。で、またでかいシリーズで言うと、こちら世界最大のクモですね、タランチュラの一種、ゴライアスバードイーター、これにも噛まれたことがあるんで、書いてみました。他にもね、ダイオウサソリとか、ブルドッグアントとかね、まあまだまだいろいろありますよ。で、こういった海外の虫に噛まれてるシーンとか、噛まれた際の症状を書いてる日本の書籍っていうのはほぼないんじゃないかな。多分勝つかもしれないですね。あと、それからね、虫図鑑と言いつつ実は3種類ぐらい、甲殻類も混じっております。いや、どうしても紹介したいやつがいたんですよ。それと代表格がこれですね、ヤシガニ。あの痛みとか苦しみ、もうシャレにならない、その危険性みたいにちょっかい出した時に反撃食らうとえらいことになるよっていうところを紹介したくて、どうしてもでねじ込みました。まあ節足動物だからいいでしょ。サソリとクモが OK でヤシガニがダメっていうのはおかしいでしょ。まあ大きさは段違いですけどね。あとですね、ご覧の通り前編ビジュアル面はほぼ絵で占められてます。イラストレーターの浜田実さんが精密な、それでいて程よくマイルドな絵でどなたでも見やすく紹介してくれています。なのでね、一部にはちょこちょこ小さな写真とかも織り交ぜられてはいるんですけども、全体的に虫っていうものがあまり得意でない方でも安心して読めるデザインになってます。あとはね、僕の幼少期から青年時代にかけての虫をめぐるコラムを4編ほど収録されてますので、ぜひそっちもご覧ください。
というわけで、どういう本かは伝わったと思うので、気になった方はぜひお手に取ってみてください。内容はね、お子さんから大人まで楽しめるものになってます。まあ、ある意味僕の渾身の一冊ではあるんですけども、体当たりをね、でも一緒に作業してくださった編集チームの皆さんとイラストレーターの浜田さんなくしては本当に作れない本でしたので、皆さんには本当に感謝感謝です。あとはもちろん、その捕まえられて無理やり変な実験に付き合わされた虫たちもですね、いや本当に皆さんありがとうございました。ごめんなさいよ、先かなあと値段言ってなかったですね。これ税別1,400円です。1,400円、安い。僕がこれまで体を張って蓄積してきた知識を1,400円で読めると思うと安いと思うよというわけで今回は以上です。なかなかと宣伝に付き合ってもらってすいません、ありがとうございました。それではね、これから始まる夏休みのお供にこの一冊どうぞ。